ダービーはやっぱりホースマンの夢、外からレースを見るとやっぱダービーってすごいレースなんだなと。東京府中の 2400m 線っていうところで、まあ何が重要かってなったら、やっぱスタート出すことと出さないこと、どっちの作戦を立てるかっていうのがまず大事で、出していった方が有利に働くことが多いし、僕がディープインパクトに負けた時に乗っていたインティライミっていう馬も出した方がいいっていう考えで出していったんですけど、1番ダノンプレミアムが先行すると思うんで、それを目標にダービー勝ちたい海老名さんとか、ブラストワンピースが3連勝してダービー狙ってっていうところとか、若干遅れて出ると激しいポジション争いに入っていかなきゃダメなんで、人よりも勢いよく出してますよっていうのを周りのジョッキーに見せたいかなっていう、2400っていうことを考えて下げてくれる人もいるし、負けずに自分の方が前に優位に立たせるっていうところが駆け引きで出てくるんで、その駆け引きをしやすいのは5枠までかなと。馬のストレスを軽減させれる2コーナーの長いまた直線に向けてしっかり馬をキープしながら進めれる体勢をどれだけ早く作れるか。スピードを乗せていくと前との距離も1馬身半ぐらい取りやすいし、スピードを乗せていってるんで後ろから突っつかれる心配も少ないです。2コーナーぐらいの立ち上げぐらいまではやっぱ騎手の腕っていうのは必要じゃないかなって。ダービーで直線も終えずに終わってしまったわっていう形はあまりないんじゃないかなって。本当のスペシャルホースっていうか G1 を何勝もするような馬たちはダービー後ろからなぎ倒して直線だけで能力差で勝つっていうのが多いんじゃないかなと。でも近年調教技術だったり血統背景とかっていうのも高いレベルで互角になってきてると思うんで、互角になれば少しでも得をする乗り方、コース取りってなったら、今の馬場だったら僕は前有利じゃないかなと。4コーナー回って2馬身 3等分ぐらいじわーっと外に行くような形になって、坂上がってから今度手前切り替えるっていうところで、まっすぐ走りながら内らし材の方を向けていきたいかな。で、外から回るんだったら外からずっとまっすぐじゃなくて、若干内にややまあ内に行ってもいいよっていう感じで行くと足が溜まりやすいっていうか、まあ馬は楽に走れるかな。